さあ、パンを食うか。カレーパンを買えたならラッキーだったな。運よく。どういうこと？運って何？タイミングか。まあ、あるあるだな。あるあるだな。菓子パンを食うかね。購買のパンを食うか。いつも外にいんね、君たち。どうも。あ、先輩。一人？見ての通りです。え？言うの？一人でベンチに座ってお弁当を食べていた。じゃあ付き添ってもいい？私と食べても楽しくないですよ。なんでそんなこと言うの？確かにツッコミキャラは一人で抱えてねえからな。焼きそばはどんなフォローの仕方？半減じゃないだろ。やっぱり一緒にいるの楽しいよ。手料理できるしね。そんなことないです。何このイケメン。盛り立てとるじゃん自分で。でもなんで一人なの？あ、聞いちゃダメだねこれは。弁当自分で作ったの？お母さんは仕事で早いですから。家事洗濯してます。すごいな。仕事で忙しいですから。俺は人にやらせっぱなしだよ。家事を手伝わないと未来の奥さんに怒られますよ。いや、タイミングだからね。結婚できるかどうかわかんないけど。先輩はできますよ。なんで？こういう切り返しだよな、イケメンの切り返しって。家事ができても友達はいませんから。そんな私が恋愛とか結婚とか。なんでそんな悲観的なの？友達じゃないか。え、友達いないの？デリカシーなし。いません。作れよ。まあ入学したばっかりだから仕方ないよ。先輩はいないですか？先輩もいないです。仲良しいないです。初めて同じクラスになった男子で仲のいい人はいないんですか？いるよ、ゆきひろ。じゃあ仕方なくないです。環境だからな。あっという間にみんなが仲良くなって、教室中にたくさんの輪ができてて。なんか急に違うゲームになったな。私は入れなくて。え？気づいたらまた一人で。また？前の学園って何？君転校生？うん、先輩、友達ってどうやって作るんですか？なんでみんなはあんなに簡単に仲良くなれるんですか？私にはわかりません。できません。確かにな、気がついたらだよな。テストの点をさ言い合ったりさ。まあ学校ってそれはきっかけじゃね。勉強わかんねえから教えてくれとかさ、同じ共通の趣味があってさ。はい。そういう機会を設けなかった先生が悪い。そうしよう。先輩は先輩ですよ。家に行ってごちそうだったから友達じゃない。ってことでいいんですか？そうです。いいに決まってるよ。先輩と後輩でも？関係ある？じゃあ呼び捨てでもいいんですか？市原。あだ名。マサハル。なんだか失礼な気がするので、やっぱり先輩と呼びます。うっす。好きな呼び方で。呼び捨ては友達っていうより恋人っぽいので。そうなの？友達、そうだよ。別に呼び捨てでもいいし、先輩でもいいし、後輩でもいいしさ。じゃあ君のこと後輩って呼ぶよ。って言ったらなんか先輩って言うのやめそうだな。
昼休みに一人の時は次は、はい、毎回です。そっか。まあ、無理なら別にいいけどね。嘘です。毎回。やっぱり寂しい時は連絡をしたいです。もう一番可愛いじゃねえか。私と一緒にお昼ご飯を食べてください。もろちん、友達だからね。やった、友達ゲット。携帯持ってるよね。ねえ、みんなが使ってるやつですよね。ガラパゴスか、君は。パキって言いそうだな。二つ折りか。私もとうとうレーンデビューできるんだ。じゃあインストールからしなきゃだね。スマホ持ってる？インストール？あれ、インストールとわかんない？君、携帯持ってる？あ、すみません。私、こういう普通の携帯電話なんです。あ、パコパコか。パコパコ。パカパカか。使えるよ、別に。通知が遅いだけで。そうですか。俺の大学の友達もいた。無理やり使わせたね。LINE あるじゃん、使えよ！それ設定させて入れた。あるかどうかわからないんです。はい、電話ばっかりです。まあそれだよな、電話ばっかならウィルコムがいいよ。時代だね。どうやって？携帯ショップに行こう。はい、よく携帯買ってもらえたな、君。おお、この音、ガラケー世代だよな。俺ギリギリだし。切り替わりのタイミングだったよ。スマホ。先輩、機械に強い。ガラフォーとかさ。機械に強い。君は、なんだね。アナログだね。あ、はい、お願いします。なんて書いて送ろうかな。まあ簡単なものでええか。来た。このピピ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 ピもいいね。俺は君の友達だよ。なんかあれだね、映画のロボットが初めて友達になるような、そんなワンシーンが浮かんだ。俺は君の友達。やっぱ幸せのさ、幸せのさ、ランクが低いとさ、喜ぶランクも低いよね。だから君の幸せは一番価値がある。わかる？言ってること。はい、なんとなくですけど。わからなかったら聞いて。超いじられるだろうな、こんな見てくれてさ、ガラケーって。かわいい。こういう絵も入れることができるんだ。じゃあ、誰にしよう最初。送ります。めっちゃ迷うし、嫌じゃないキャラがいないっていうさ。あ、中は私がいないところで読んでください。え、どうして？初めて奪っただろ、お前は。それは嬉しくて、つい。バタバタ。笑いが込み上げてくる。ごめんごめん。今すぐ読めなきゃダメというルールがある。そうだよ。携帯だからね、君は。既読はつかないから。メールが楽しみってだけだから。普通の内容ですから。私もあなたの友達。
じゃあ食べよう。そうですね。私は教室に戻ります。ありがとうございました。それで、メール、後で見てくださいね。では、失礼します。いいな、ホズミ。ホサキ、いいな。メールを開いた。友達って言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます、先輩。これからよろしくです。これはいいですね。こう授業じゃねえの君たち。ねえ、一丁目勝たんな。いや、いいな、マジで。誰にしよう。強いて言うなら、転校生だな、転校生。転校する子だな。強いて嫌ならね。強いてね。眠りの魔法をかける先生方ばっかりだったからな。2年生が一番だるいよな、授業。出田正春。なんだ。学園の中庭で花見をしようぜ。ごめんな、俺も何回もしてんだ花見。花見しかしねえんだ。顔が近い。でも顔は小さい。もしかして女の子と遊ぶ予定じゃないだろうな。そういうことなら仕方ないな。買い物、頑張れよ。ドン。まあまあ、激しい方が気合が入るだろう。よくこう、こいつ絶対空回りするやつだろう。空回りしてる子だろう、君。よく空回りしてるでしょ。じゃ、花見は諦めるか。いや、いつでもできるだろう。今からやれよ。今からちょっと競馬で忙しいんだよ。予想かよ。金曜土曜日が忙しいんだ、一番。本番が一番緊張するんだ。てい。うわ。両膝、膝カック。ああ、びっくりした。いただきの男子はダメだぞ。先輩、なんか絡みついてますよ。緑の何ですか、それ。これで20回目ね。膝カック。超お茶目。私の気配を察すればいいじゃない。何その緑。あら、四六時中私のことを考えていれば気づくはずよ。てか服でかくね。考えてないの？四六時中私のこと。なんか四
しゅ、なんか悪い意味で祝ダサいな。どのくらい考えるの私のこと。3分に1回ぐらい。割合いるときまあ確かにな。そんなの当然じゃない。大切なのはそれ以外よ。以外向き合っとるときや。そんなの当然よ。向き合っとるときや。私が聞きたいのはそれ以外で。2割ぐらいかな。確かに人会ってるときは人のこと聞くよ。考えて、嘘でも言っとけよ 100% って。喜ぶからさ。何かもです、正直。残念だわ。私はいつもマー君のことを考えてるのに。俺、それは嘘ですよ。あら、どうして？だって生徒会長ですもん。意味ないというか、仕方がないというか。マー君は何も分かってないわ。なんか春っぽくねえんだよ、先輩の服装。急に突っ込む。やっぱりあれかしら。男としてめっちゃ目立つな、緑。この緑。一人の女を手のひらで転がしている感じとか。いえ、手のひらじゃなくてペットとかで。何言ってんの君。男としての自信。手のひらで転がす。何を言っとんだね君は。小さな声で。結局あなたの成長を待つしかないという結論。何何これ、勇者。まさか俺は勇者。君は神官か。それはいいわ。それより膝かっくん20回記念のご褒美をちょうだい。じゃあ膝かっくんしよう。両膝でローキックで膝膝かっくんするわ。とかキスとか。指輪買えますよ。100円でいいんでしょ。投げ輪でもいいんですよ。そう思う？あ？じゃあ膝裏に？痛い気な少年をいつまでもからかわないの。保護者がいる。あ、先輩はいい格好してる。あ、私にはおはようの挨拶がなかったよ。この先輩、クソだ、スタイル悪いだろう。この緑が。おはよう、マー君。え、今更？なんか先輩腰の位置おかしくない？気のせいか。今日はよろしくね。上白さん。なんで君がいるんだ。陽子に振り回されると思うけど、ストレス解消に付き合ってあげて。よし、じゃあ今日は山手線一周だ。付き合いなさい、私のおもちゃとして。バイブやめましょうよ。緑が気になる。おもちゃは反抗しないね。大きな胸と緑虫が。どこ行くの？決まってんの？行ってなかったわね。映画館よ。おお、何見んの？何見んの？鬼滅？ワンピース？なんかあったっけ？だから呪術廻戦？何見んの？駅前にある、いい駅だな。何を見よっか。鬼滅、鬼滅。煉獄さん見よう。あれはない。密かにやってそうだよな。もう、3年前ぐらい前、3年前ぐらいか。いいじゃない。2年前か。他人の恋愛なんて見たって仕方ないわ。共感できるじゃない、泣けるじゃない。この会話何回目よ。共感？何回目？市原くんは見たいのある？鬼滅、ワンピース、魚が冒険する、ファインディーにも
銀河の遥か遠くでラブロマンス、ガンダム、怪獣映画、あ、シンゴジラか、いいじゃん。俺が目を引いたのは煉獄さーん、ホラー映画。ホラー?怪獣の映画でも。別にダメじゃないわ、私は平気だもの。どういうホラー？サイコホラー？ジャパニーズホラー？平気だって言ってるじゃない。ワールドホラー？珍しい、ヨーコが墓穴を掘ってる。どういう意味よメイちゃん。先輩なんかそのさ服装にベルト巻いたらさスタイルよく見えるよ。ベルトの代わり、そのさ緑虫の代わりにベルト巻きなよ。そしたらスタイルよく見えるけどな、センスいいなと思っちゃう。その緑虫外してください。海外ロケ。だから何を。本当だよ、だからなんだよ。見たくないですか？冷たい熱帯魚。決まってるわ。見たくないですか？いつまで笑ってるのよメイちゃんは。だっておかしくて。早く映画見なさい。歩きながらしてるの。入るわよ。もうチケット買ってあんの？ATM のような機械。イメージできるわ。どんだけ俺、プレイヤーを舐めとんだ。座席はここね。陽子と市原くんはこっち。そう、後ろの方。真ん中。一番前。ええ。座るわ。座ればいいんでしょ。後ろの席も確かにな。分かってるわ。でも今あれだよね、映画館一行機だから後ろの人分かんないよね。どうしたんですか？あ、私の紙コップを陽子のほっぺたにピトって。先輩かわいいな。かわないでよ。あんまり汚れすのよくないですよ。分かってます。映画で一番面白いのはな、最初に動く映画なんだよ。あれで映画を見たいと思わせるんだよ。でも忘れちゃう、見た後に。始まるわよ。え、なにこれ。あれ、非常機がないんだけど、この映画館。なんで？てか。いいね、市原。いい格好してる。てか、ジャケットじゃ、お前もあれか。レザーか。革ジャンじゃん。で、髪白。先輩とちょっと服装似てるっていうね。ほぼペアルック。異形の怪物。これがとても気持ち悪い。ぬわー。猿グッズは押しよう。あれ、ショートパンツ履いてるか、先輩。あ、そりゃそうか。そんなの、分かってるわよ。お耳封しろ。耳を封。とても可愛い。お世話になってる編集さん？え、これまさか、なんだっけ、ミストだっけ。あ、違うね。ミストではありませんね。あれもホラーだけど。何年の映画だったんだ、これ。無理なものは無理よ。え、本当に泣いとるんだけど。で、この映画館さ、本当にさ、手すりっていうか、非常機ねえからさ、ポップコーン置けねえし。こんな世界でも僕は一生、君を守り続けるよ。なんだ、誰？君が好きだから。
ありがとう。私もあなたが好き。あれ、私にも言って。お出が出たか。怖いから安心させて。君を一生守り続けるよ。ちょっと安心した。なんで俺がスクリーン側なんだよこれ。今気づいたわ。逆だろ。最後のバトル、これフラグだから次々襲いかかってくる。うわー何しに来てんの？まさか 3D？ いやー、もう全力で楽しんでんな、映画を。ホラーじゃねえよ、それは。ワールドホラーだよ、それは。俺が定義してる。グロい。海外が好きなグロいホラー。自衛隊のトラックに乗っていた。乗せられて、ハッピーエンド。ホラーにハッピーエンドはねえよ。クソだな、この映画。クソすぎる。てか、ハッピーエンドなら全員生きとるじゃん。誰も死んでないっていうね。ダメですよ。この映画はダメですよ。ハッピーじゃなくてトゥルーでいいんだよ。半分ぐらい死ねばいいんだよ。上白先輩はノーリアクション。楽しんでんかこの人は。さあ、パンフレット買うまでが映画ですよ。ゲームセンターへ行くんじゃなかったの？また今度にする。もう開きか。次はゲーセンの予定だったんですか？そうなの、フォトクラを撮りたかったんだって。市原君とフォトクラって何？あれか、プリクラのこと言ってるんか。フォト、それなんかあんの？著作権的な意味が。プリクラはダメなの？行儀悪いわよ、陽子。だってだって腰痛めますよ。子供みたい。何よ、悪い？はい、先輩だって時々子供になるんだから。はい、悪いです。いつも子供じゃない。会長職が嫌だって逃げ出したり、市原くんにいたずらしたりして。大人だって逃げ出したり、可愛い子にいたずらしたりするわ。まあ確かに。ね、子供みたいでしょ。今日は帰りますか。もうすぐレースの時間なんで。チーズバーガーとフィッシュバーガー。フィッシュバーガーで食うやついんの？何が美味しいんあれ。映画を見終わった後だから、定番の感想トークをしましょうか。反対反対大反対。パンフ買ってないですか？パンフ読めよ。思い出したくないから。パンフ買えよ。すっごく怖いホラー映画だったものね。そうよ、怖い。あんなに怖いなんて思わなかったわ。今夜絶対に一人でお手洗いに行けない。卒業しなさい。怖くなんかないわ。平気よ。とても楽しかったわ。私ずっと笑ってたでしょ。確かに一番楽しそうだったよ。あんな悲鳴あげてさ、全力で楽しんでた。面白いからこのまま私とお話ししましょう、市原くん。はい。まずクリーチャーデザインがとても良かったわね。
捨てていけようかみたくようにわざと人間近づいてきてる。それであんなに気持ち悪かったのね。へえー。獣語。そんなよく覚えてんな。でもラストが私納得いかないの。やっぱハッピーエンドやだよな。やっぱ死ぬべきだよなヒロインは。納得いかないの。確かにホラーでハッピーはねえよ。少女の花の色。どんなエンドがいいですか。俺バッドエンドがいいな。主人公とヒロインは一つ拳銃を持っていたでしょ。うん。弾数は2発。最後は自ら命を絶つ方が美しいと思うのよ、二人で。おお、わかるわかる。追い詰められて自衛隊が助けに来るんじゃなくて、追い詰められて命を絶つの。主人公がヒロインを撃ち、そして自分を撃つ。もちろん二人は手をつないだまま。それどうなるんですか。それどうなるじゃないよ、もうそれでエンディングだよ。それでね、二人が折り重なって倒れた後、自衛隊が助けにやってくるの。それが少し命を絶つのが遅ければ助かったのにっていう悲劇的なエンドがいいわ。先輩ミスト見ましたか。自分で語ってて盛り上がってきた。そういうエンドが絶対いいわ。先輩ミスト見てください。みたいな無情感があるでしょ。ヒロインではなく家族ですけど、かなり心にきますよ。ハッピーエンドも好きだけれど、あの映画に限ってはそういうエンドがいいわ。僕はハッピーエンド嫌いです。我が家は犬である。話は終わったわよ、ヨーコ。え、バッドエンド談義しただけなんだけど。楽しい映画だったわね。さあ、ゲーセン行きましょう。私も食べよっと。あー、ずっと談義してたんだ。談義。トークは尽きない。学生会の愚痴。そして、言わさない解散することになった。はあ、喋った喋った。楽しかったわ。来てくれてありがとね。男子が一人いると、いろんな意見が聞けて新鮮だわ。意見。また遊びましょう。今日は全然おもちゃにできなかったもの。じゃあリベンジしてください。またホラー映画でね。それじゃ、また学園で。また明日。バイバーイ。また、12時間後。こっちの方がホラーだよな。また会うのかよっていうね。ホラー。